ができました。ポーができました。ちょっとさっき開けちゃったんだけど我慢できなくて、ね、皆さんにもお見せしたいと思います。はい、じゃーん、じゃーん、ちょっと本になってるのね。すごく不思議で、こう今まで PDF だったりとか実際にプリントアウトした状態では紙状態では見てたんですけど、うん、本になって、違う、違う。俺にも触らせて。ああいい、やっぱこの肌触りがね欲しかったんだよね。そう、それのせいで遅れました。すいません。それで延期になってますから。本の中に一緒に編集者の武田さんからのお手紙入ってたんで、お、ちょっと読んでみたいと思います。はい。Kさん、ズーカツさん、この度は初めての本の出版おめでとうございます。ありがとうございます。例文の執筆本当に大変だったと思いますが、お二人らしいチャーミングでファニーな他にない本になったのではないかと思います。そう思います。そう思います。この年齢でこんなにトイレネタ入れてる人はなかなかいないと思います。色とか手触りも大丈夫ですかね、最後まで心配です。個人的に超大変でしたが、その分かけがえのない経験になりました。ありがとうございました。おお、大変だったんだね。やっぱり超大変だったって。いや、そう思うよ。なかなかその面と向かって言われない。超大変だった。武田さんがよっぽど大変だったの。想像を絶するくらい武田さん走り回ってた。走りましたね。昨日23日からの発売なんですけれども、本屋さんでも買えるし、うん、Amazon でも買えるし、うん、楽天とか他のネットでの注文もできますし、うん、Kindle でも買えるんですよ。イエイ。意外と Kindle もいいかもしれないです。どういうことだ、どういうことだ。Kindle だったらね、日本にいなくても買えるからね。はずはずだからね、うん、もし今欲しいって人いたらぜひとも。英語勉強だけじゃなくて、うん、単純にズーカツさんとケイさんの失敗談を読みたい人もぜひぜひ。ふんだんに入っておりますので、はい、私たち2人の失敗談だったりとか、うん、思いついた空想の、うん、空想のね、話もいっぱい入ってるんで、はい、英語勉強じゃなくても面白いかなと思うので、英語勉強する人はすごい意訳なので、うん、学校とかの教材には向いてないんですけど。そうね。楽しく英語に触れられたらなと思いますので、はい、皆さんよかったら手に取ってみてください。これから、これから、この本たちを、うん、今までコラボしてくださった皆さんに、うん、お届けしたいと思います。お届けしに行きます。勝手に突撃で、勝手に突撃ですね。私に行きます。私に行きます。皆さんのリアクションをこれから見てもらえたらと思います。はい。緊張するね、人に自分の書いた本を渡すって。合計何人、7人ぐらいに渡していくのかな。7人に渡していきます。はい、有名インフルエンサーたちに渡していくので。緊張する。一人目はまゆさんです。イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。お邪魔してます。今日は、はい、我々が書いた本を お渡しさせていただくことありがとうございます。おめでとうございます。出版おめでとうございます。ありがとうございます。直前にまゆさんも書いてて、でその裏話もね、ここが書いてますから、ちょっとしていこうかなと思うんですけど、はい、早速ちょっと本を渡そうかなと思います。やったー。ちょっとこの振りで渡すの恥ずかしいね。ちょっと一回茶番、はい、どうぞ。ありがとうございます。この茶番をやるのがすごい恥ずかしかったんで、ちょっとやるけど悩んでる、ね、悩んで、まあ、厚み似てるなって思ってた。こちらまゆさんの本に。あ、もうそんなわざわざありがとうございます。めちゃくちゃ勉強になります。この本当に英語をちゃんと勉強したい方はこちら、こちらを買い求めください。改めまして、あ、ありがとうございます。なんかどっかちょっと持っていこうか、ここに。自分のみたいになって。おー、どうぞ。すごい、ありがとうございます。こちらでございます。見てください。もらっちゃいました。え、かわいいってか、いや、ブルーいいですよね。ブルーいいですよね。いや、私もこれ、色かわいいって思ってて。絵本みたい、かわいい。あ、さすが！絵本っぽいんですか？っぽくしたいなっていうのが、ちょっとコンセプトにあったんで、汲み取ってもらえるのめっちゃ嬉しい。すごいね。一撃で見た瞬間、絵本みたい。絵本みたい。一緒のフレーズありますね。すごい。プロメイクアップとか一緒だ。研究になるかもしれない。日本人が使わないけど、あっちではむっちゃ使うの多そう。見る人と見ると分かるんだね。すげえ。確かにむっちゃ聞くなみたいな。なんか自分では使えないけど、聞くみたいな。うんうん、まあ確かに耳にね、入ってくるけど使わないみたいなのあるかもしれない。そうそうそう。出かけるところで万引き犯が出てくる。最高っすね。日本でも出会ったことない。共通
点がやっぱ本を書いてるっていう、うん、似たようなものを書いてるから、なんかその苦労話も似てるんじゃないかなと思って、ちょっとできればそこも共有したいなと思うんだけど、編集者さんも一緒で、なんとね、二人の動画に出てるっていう、いやそうお互い出てるっていう、はい、いるかもしれないんですけど、すごい人ですよね。なかなかな。なかなかな。スケジュールはもうちょっとどうにかあったんじゃないかな。それうちらもいいです。ね、前半はね、のほほーんとね、なんかぬるま湯に浸からってもらってね、ね、あ、こんな感じで本書くんだと思ったら、後半なんか、徹夜しなきゃ終わんないんですよね。間に合わないかもしれないと思ったよね。まあ、結果的にはこちらは間に合わず。間に合わず、延期なき今に至るのですが。こだわりポイントはちなみにどこでした？本の。イラスト全部についてることっすかね。うちの本のじゃん。出ますね、色が。なんかうちの例文とかは結構辛いみたいな。仕事辛い、やめたいとか、なんかそういう系が多くて、はいはい、一緒に書いてるフォレストとかのなんかガチ経験みたいな。フォレストがなんか最後にクラブ行ったのいつだか覚えてないとか、なんか行ってなさそうみたいな。ということで、はい、1人目、マルさんでございました。ありがとうございました。大切にします。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。この後、まゆさんの動画でも撮影があるので、はい、よかったら見てください。見せてください。概要欄に載せておきます。ありがとうございます。では、ぜひぜひ。2人目、エリカさんです。イエーイ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。今回は、エリカさんに我々が出版する本を提供させていただこうかなと思って。提供っていうか、提供させていただこうと思って。プレゼントさせていただこうと思って。ギフトということで。イエーイ。あ、かわいい。どうぞこちらです。すごい。わお。おめでとうございます。ありがとうございます。何言うのかな。全然もうなんか率直な感じ。率直に。可愛い、なんか、もうすごい綺麗。嬉しい。断った部分だったからね。クラス、食べるときすごい分かれてるのもすごいっす。おー、これは武田さんの、これ編集してくれた人のアイデアでこうなって、これらはもう適当にブワーって送って、まとめてもらった、仕分けしてもらった。でも全部作ろう。リスペクトでできない。使うんだ。めっちゃ私、She spends too much money on books she doesn't need。これはよ。これはよ。嬉しい。Mostly based on our lives. でも多分みんながなんかよくあるあるあるみたいな。頑張ってそうしたけど、うん、あるあるなのかなみたいなのもね。そう。ちょっと私たちにしかない失敗だとかもある。そうそうそう。例えば観光地行こうとしたら墓地だったとか。You wanted to go to an Insta famous place, but it wasn't very good. あれだね。なんかちょっと聞いてたのと違うな。ゾッとしたよね。全部使うかも。今触ってみたけど。嬉しい。すごい。使うやつ。普通のなんか勉強の英語ってビジネスとかあのプロフェッショナルの時に使うけど、うん、これも普通にもう書いてるみたいな日常に使う英語だから、すごい。絶対すごいと思う。嬉しい。日本人でよくあの英語をどうやって習ってるって聞かれてる人とかになんか絶対これをおすすめして。嬉しい。ちょっと細かすぎる気はするけど。ちょっとふざけてる。ふざけてるのが。ふざけてるのがなんか、そうした方が慣れやすいし。うわぁ。素敵。いやいや、ありがとう。俺だとわかんないんですよ。英語が難しすぎるんじゃないかなとか、こんなに聞いたことないなってのがすごいいっぱいあるんだけど、うん、英語をね、日常的に使ってる人からすると、あ、確かにこれはよく使うなみたいなのが、皆さんこれですよ。よかったこれで勉強したらなんかもうネイティブの人みたい。英語を話す友達多い人だなと思われる。思われる、うん、俺もこれで勉強しよう。今さら私が書いてる。それ本当に使うのって横で言ってて。使います。使います。使うと思うよ。こういう感想を聞きたかったんだなって。それこそネイティブとか、こう、もともと英語話せる友達に見せるの恥ずかしくて、自分もなんか英語をずっと勉強し続けてたわけでもないから、大丈夫かなと思って、でも、うん、普段から使う人にそうやって言ってもらえるの安心というか、よかったって思える。サイン書いてます、今。エリカさんにサインを書いてる。ドキドキ。ファンなんです。ちょっと、はい。あ、俺の番。部活も書くでしょ。さっき習ったの忘れちゃったの。あー怖い。いや汗が字が上手いからさ、この後に書くの嫌なんだよね。はい、
うわー、オッケー、ありがとうございます。3、4人目はサイエリックスとみっちゃんです。イエーイ、ハロー。早速じゃあ渡しちゃいましょう。おー、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ちゃんと読む必要ないんだけど、うん、ちょっと違う、私もめっちゃ見てるよ。でも、I was surprised when it was already night when I woke up from my nap. Me? かわいいね、これね。どっちに似てると思うかな、そっちかいね。え？あれ？ジャミーさん中身見てさ、見て、うん、どう、中身、ね、こんなの使うみたいな。マジで全部使う、全部使うと思う。だってニックネームも超使えるこれ。おー、あのね、みっちゃんの言葉をそのまんま何か、うん、入れた感じ、入れた感じ。アメリカ英語って感じ。アメリカ英語のブージー、ブージー。おー、いや、ブージーは使うよ、スラングだよ、うん、そう、これね、スラングも容赦なく入ってるから、そのそう、説明もしないっていうね。スラングとは書いてない、書いてないから。ちなみにみっちゃんの例文も入ってる、みっちゃんくれたじゃんか、例文日本語、それも入ってる。例文は、私例文くれ、私の例文くれた。あれだね、ストーリーで募集した。あ、そうそう、ストーリーで募集したやつ。ストーリー、嬉しい。そうそうそう、これか、これじゃない。読んで読んで。 I wonder if I'll regret later not going to the bathroom because I don't need to go now. まさしくそれ。そのままくれたやつ。今のモノマネうまかった、みっちゃん。うん、私かも。動画出る頃にはもう皆さんには手元に届いてる。そうなんですよ、私もね、購入してて2冊来ます。ありがとう、わざわざありがとう。2人ありがとうございます。ありがとうございます。5人目はムームーさんです。どうもありがとうございます。いや、本当にありがとう。いや、こちらこそ。こんな辺境の地まで。そんな。じゃあ早速、はい、お願いします。贈呈の木。あー、こちらになります。ありがとうございます。すごい小物だ。いい感じですね、こっちと勉強しちゃいますよ。ムイムイさん、英語もね、ある程度できるでしょうから。まさに英系会話ができない。学校で勉強した英語しかわからないから、はい、勉強してから去年アメリカ行った方が良かった。ネイティブじゃない方と英語でちょっと意思疎通ができるんですよ。はいはい。でもアメリカ人の英語マジでわからん。わかります。めっちゃ言い回しとか単語程度でしかわからない。わあ、まあ困る。うん、だけどその状態の人がこの本を読むと、こんなの言うのみたいな、結構あるんですよ。あ、そうなんですか。はい、こんなの使うのみたいな。でもそれがリアルで使う英語なんだよね、アメリカで。そういう人には結構うってつけの本なんじゃないかなって個人的には思ってます。説明とか何もないんですけど、はい、容赦なくスラング入ったりとか。初心者に言われる。優しくない。なぜって思ったらもう自分で調べてくださいっていう。しかも暗記っていう。もうこれを全部暗記っていう。それが一番いいかもしれないです。ムイムさん、日本語を覚えた時はどうでした？私むしろそれこそネイティブが使うような表現をひたすらもうなんかなぜとかを考えずに覚えた方が実は語学の上達につながると思ってて。じゃあもしかして語学の上達にぴったりかもしれない。これも全部読み終わった頃に。私もネイティブになるさ。日本語をね、ペラペラになってムイムイさんが、あら、最強になっちゃいますか。英語まで。しかもリベンジできますからね。アメリカ行ってもこうじゃない。アメリカ行った時もう何一つ喋れなかった。税関の引っかかっちゃって、ね、こいつスペイン語もできないのに英語もできないのに何しに来たのに誘拐されたから、ね、ケンズ州が一番役に立つ。文法の解説もいけない。これこれ。怪しいセールスみたいな。決して言わせてる、言わせてるわけではないです。打ち合わせも何もないから。はい、ありがとうございます。書かせていただきました。どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございました。6人目はウェンディです。イエーイ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ウェンディの自宅にお邪魔させてもらってるんですけど、押しかけてきました。押しかけてきました。自分の本を私に押しかける。本を渡すために家に押しかける。早速ね、お渡ししようかなと思います。こちらで、こちらでございます。すごい。
本になってる。本って作れるんだ。ね、わかるわかる。これわかります。めっちゃわかる。本って作るんだ。しかもなんか、この素材もすごい、和紙？和紙かはわかんないんだけど、すごい。そこの肌触りはだいぶこだわったよね。あ、そうなの？こだわってしまったせいで、延期になったの。これ出版が1週間伸びてしまった。1週間延期になった。あ、そうなんだ。そうなんだ。表紙のせいで。でもなんか伝わってきます、なんか。伝わってきます。なんか言葉では表せないけど、なんか違うね。結構大変ですよね。死ぬかと思った。ネイティブが使う英語だね。さすが。学校では習わないかも。そう、習わない。義務教育では。そう。いや、一回タイトル学校では使えないってつけようかと思ったくらい。あ、そうなんだ、うん、英語喋らない環境に今いるじゃないですか、うん、だからどうやって衰えないかっていうのをずっと模索してて、うん、それちゃんと勉強していかないと落ちていく一方だから、うん、やっぱりこういうのあると参考になるかも。いや、でもそれはちょっとウィンディーからしたらレベル低いえ、でもピキーイーターとか、うん、結構なんか忘れるとか使わなくなるかも、日本にいたら。確かに。これの日本語バージョンも欲しいかも。作ってほしい。なんかそれですっごい苦労してるから、私が。これを日本語の勉強として使えばいい。そうだ、確かに。それもできる、それもできる。日本語を、うん、お兄さんとか、それこそネイティブジャパニーズが書いてるから。うん、そうそうそう。ああ。その使い方もあるのか。そう、あるわ。そうだよ。逆に日本語勉強したいところ。確かに、だって、ジョージャって言った時にさっき、日本語の表現出てこなかったもん。ちなみに、今日 K はウェンディからもらったものを。そう、めちゃくちゃつけてる。ウェンディの作ってるイヤリングとネックレス、あとこのクリップね。クリップ。ありがとうございます。そう、全部気に入って使ってるから、うん、ウェンディに会うときはつけなきゃみたいな。ブルーがめっちゃ似合うんですよ。そう、ちゃんとね、うん。私の好きな色を知ってて。分かっててね。うん、概要欄に URL 載せとくので、ぜひ。ね、ありがとうございます。お願いします。おめでとう。ラストは浩平先生に来てもらいました。ありがとうございます。結構動画に出演していただいてるので、はい、お渡ししたいなと。またね、後日浩平先生にチャンネル出てもらってるので、この動画の後にそれが話してもらった内容が公開されるんですけど、すごいエピソードが満載ですので皆さんお楽しみに。ということで早速お渡ししましょう。はい、こちらになります。めちゃくちゃ嬉しいこれ発売されてない？されてないです。23日です。23日めちゃくちゃでも見やすいですよね。で、このミニフレーズがついてるっていうのがめちゃくちゃいいです。なんかその例文いっぱい多分あると思うんですけど、はい、そもそも長い例文って覚えられない。確かに、はい、これめちゃくちゃなんか全部きっちりミニフレーズっていう 2,3 単語とかでまとまってるのでめちゃくちゃ覚えやすいです。これ、うおー、英語の先生がそう言ってますこれ本当めちゃくちゃいいと思います。ガチでめちゃくちゃいいと思います。よすげー。ふざけた感じってなんかお伺いしてたんですけど、はい、めちゃくちゃ役に立つと思います。汎用的にも全然使える。あ、本当ですか。ものだと思いますし、僕も結構教材を紹介するときに困るんですけど、うんうん、はい、逆に細かすぎる英語フレーズみたいなのが多分ないんですよ。そういうなんかエンタメ要素があるような教材ってなかなかなくて、でもかつ実際にも使えるんで、僕の生徒さんとかにもめちゃくちゃ紹介したいなって。おお、マジかやったー。これ全部読もうか、実践ベースにしてるものだと思うので、間違いないです。教育満点取ってる人とかでも、はい、なんか知らないものあるんじゃないかと思いますし逆に言うと初心者でも全然使えるな、うん、おー、全員楽しめる。おお、すごい、嬉しい。ちなみに浩平先生だったらこれどうやって使いますか？チャプターごとに分かれてるので、はい、好きなチャプターみたいなのを選んで、はい、やるといいかなとは思います。音声もついてついてます。これめちゃくちゃいいですね。なんか大体なぜか語学系の書籍って、はい、なぜか未だに CD なんですよね。CD めちゃくちゃ多いんですよ。多いですよね、はい、音声聞いて、まあ、絶対こう発音とかにしますと。普段の日常使いはもう聞き流しみたいなのでいいと思うんです、はい、これと別に僕だったら単語帳作っちゃうかもしれないですね。ミニフレーズだけ抜き出して、はい、最初にこう例文だけこう多分バーッと見て、うん、大体その使われ方みたいなのを
見てしまって、あとは英語から日本語、日本語から英語、うん、このミニフレーズがだからまとまってるのがめちゃめちゃだから使いやすいです。へえ。なんかなんかの反復、反復練習が必要なんだと思うんで、はい、単語とかフレーズとかは、うんうんうん、あと瞬発力ですね。はい、瞬発力。いかにこうパッと出てくるか。あ、もうそれもう散々小林先生にあの指導いただいたんで。この本がボロボロになるぐらいまで使い込めばいいと思います。うわ。で皆さん使ってください。ちょっと書いときながら使い方どうしたらいいのかあまり分かってなかった。よく分かんなかったけど。今の感じで皆さん使っていただけたらと思います。うん、思います。使ってみてください。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。よかったです。嬉しい。なんかこんなその英語を教えてる人の視点ではなかなか聞けないから、うん、そうね、うんうん、この使い方がいいとかっていうのを聞けてめっちゃホッとした。ホッとしました。これ本当に使えない本だったら。ああマジで心配。ね。めちゃくちゃいいと思います。ありがとうございます。じゃあ今回以上になります。あらしゃー。以上になります。ありがとうございました。